はい、皆さんこんばんは。洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、お昼にね、あのこってり味噌ラーメン食べて、ちょっとそんなにね、すごいお腹が空いてるってわけじゃないんで、軽めのね、おつまみで、お酒はちょっと飲みたいんでね、お酒を飲むのにちょっと軽めのおつまみで、晩酌やっていきたいと思います。今日はね、こんなのイカをね、ちょっと炙りながら、これで、税込み344円ですね。イカ意外と高いですからね。と、あとはホタテのお刺身をまたね、買ってきました。これだけね、こんだけ、ちょっとライティングが、こんな感じかな。ね、こんだけ買ってきました。あとは、昨日と同じメロンとサラダを少し、こんな感じですね。では、まずちょっとね、先に火つけようかな。今日はこの、100均のね、固形燃料を使って炙っていきたいと思います。イカをね、これはエスビットさんのポケットストーブっていうのね、折りたためるね、時々紹介してますけども、ご飯炊いたりするのにね、使ったりするキャンプで、こう折りたたみの固形燃料用のごとくと、これが、ユニフレームさんのバーナーパッドっていうやつね、この網になってるね、金属の網になってるやつで、これが、長パッド網とかっていうやつね、これメスティンにセットするとちょうどいいっていうサイズの網ですね。あの蒸し物したりとかね、メスティンで、シューマイ蒸したりとかするときに使うのに便利なんですけども、今日はこれでね、あの網焼きにして、ね、イカをいただいていきたいと思います。では、いつものシーフジバーナーさんのね、スライド式のガストーチ、これで火をつけて、おお、大丈夫かな、いいよ、ほい。で、まずイカね、炙ってね、先にイカを、こんな感じのイカですね。もう焼いてあるやつですけどもね、ちょっと炙り直していただくと美味しいんでね、よいしょ、3本くらいのしとこうかな。このぐらいで勘弁してもらって。では今日のね、飲み物はノンアル、01を持ってきました。キリンさんの一番搾り製法ノンアル01、これでシュワシュワね、中に焼酎入れて作っていただいていきたいと思います。よいしょ、ね、焼酎は中身大五郎入ってます。大五郎、これに小分けして冷やして持ってきました。あ、換気扇回さないとダメかな。だね、シュワシュワ、今日の、あ、シュワシュワこんな感じですね。こんな感じで、では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。大変お先に失礼していただきたいと思います。シュワシュワで乾杯ね、シュワ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 で乾杯、いただきます。あ、これも美味しいな。これも結構ビールっぽい味しますね。ミニゴロね、ミニゴロで、大五郎ね、中身。おお、軽くかき混ぜてちょっと置いときたいと思います。じゃあこの間に
あれかな、お刺身食べようかな。あーどうしよう、まあいいか。わーイカのいい匂い。これホタテのお刺身、今日のホタテのお刺身はこんな感じですね。お買い得品、314円税込みで340円、これでね340円、これしかないで、またねちょっと切ってきました。で丸々食べちゃうとね5個しかないんでね、前はこうね横にスライスしたんですけども、これちょっとね厚みが、貝柱あんまり厚みがないんでね、今度は縦にこう切ってきました。あーちょっと待ってね、イカちょっとひっくり返したいんで、これねレザーマンさんのフリースタイルっていうマルチツールね、ちょっとペンチがついてるんで、こう折りたたみのねペンチになってるんでね、おー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 おお、ちょっとねここ押さえといて、おわあ、すげえいい匂い、イカの焼ける、やばいやばい、ちょっとうまくいかないや、まあいいや、これで最近にですね、お刺身からこの辺大きいかなね、いただいていきたいと思います。よいしょ、わさびをちょっとつけて、こんな感じですね。ピント合ってないな。ピント来たかな。こんな感じで、まあ、もうね5個しかないんでね。半分ずつね、いただきます。うんうんうん。おいしい。わあ日本酒。あーイカが本当いい匂い。やっぱり青森県の弘前市の。六ヶ所蔵さんのね一酒、いつものちょっぱりでいきたいと思います。よいしょ、もうあんまり入ってないんでね、イカ食べるの回るかな。でいただきます。うん、おいしい、少し辛口のね日本酒です。うん、じゃあイカね、焼けたと思うんでね、おお、くっついちゃった、くっついちゃった、この皮のところがねいい感じに焼けてますね、ほら。あ、これがいいかな、これすごく皮が美味しそうに焼けてる。あー映ってなかったかな、これ食べようかな。ね、これお醤油に七味と 80% カロリーオフのマヨネーズ使ってます。これをちょっとつけてね、こんな感じですね。いただきます。皮が香ばしい、うん、ピントが、うん、でね、焼いて水分が少し抜けるんでね、旨味もすごい増してますね、おいしい、うん、ではじゃあちょっとおろしておくかな、もう焼けたんでね、こっちはおろしておいて、またちょっとねこっち焼いておいて、蓋取っちゃえばよかった、
ょっと邪魔だな。あ、この辺あれだな、耳のイカの耳のあたりだな、これ。もう一個もういいかな。まあいいや、これで炙っといて、これも空っぽね。ではじゃあサラダね、今日はもうちょっぴりだけトマトも乗ってね、もうこれだけでいいやと思って。で、利権さんの癖になるうま塩のドレッシング、これをちょっとかけて、よいしょ、このくらいでいいや。で、エバラさんのねおろしのタレよっ。あ、こぼれで大丈夫かな、うん。これを少しかけて、こんなもんでいいかな。でね、サラダも一応いただいていきたいと思います。トマトがないと彩りがねちょっと寂しいですけども、大きいサラダも作ってあるんですけどもね、一応ちゃんとなんですけども、まあ今日はそんなにいっぱい食べなくてもいいやって感じなんで、このちっちゃいサラダでねいただきます。あ、きゅうり美味しい。あ、やっぱきゅうり買ってこないとないんだ。次のサラダに使う分のきゅうりがないんだったな。明日なんかまたなんか荒れた天気になるそうなんでね、なんかね台風かなんかから変化した低気圧が来て、また明日荒れるみたいなこと言ってるんでね、どうなるか。なんでまた今日はバイクでね用事足しに行ったりとか、お天気雨降らないうちに行ってきたんですけどもね、またなんか余計な喋りで面白くないとかね、カットして短くしようかな。ではメロンね、カットメロンを昨日ね、2切れ買ったうちの1切れ昨日食べて、もう1切れ今日ねいただきます。メロンもねなかなか高いんで買えないんでね、 30% オフぐらいのね安いやつでやっと買ってきましたよ。うん、あ、ケチってギリギリ下の方まで皮のところのこうとこでこう切ったっけ、皮の苦いところがついてたな。もうちょっと甘いところだけ切ればよかったな。せこいことしたら苦かったな。これわかるかな、この青いとこついてんのわかるかな、これほら青いとこついて、ちょっともうギリッギリまでこうねもったいないからと思って切って、緑色のところついてんの、すっごい苦い。ここメロンのねこのねオレンジのところはすっごい甘いんだけど、このね緑のところがすっごい苦くてね、せっかくは美味しいメロンなのに台無しね、せこいことしたらダメですね。じゃあね、ホワイトホースウイスキーね合わせたいと思います。もうなんか舌がもう苦い。なんかせっかくメロン食べたのに。ではホワイトホースね合わせて、ホワイトホースのこのウイスキーの方が少し甘み感じるぐらいですよ。すっごい苦かったな今このメロンのこの青いとこ、なん失敗しましたね。ではじゃあお刺身もう一つ食べて、
よいしょ。もう動画の尺がかなりねもういってるんで、今日はそんな喋ってるつもりないんですけどもね、なんか結構時間いっちゃうんですよね、気がつくとねえ。私の話なんて面白くもなんともないと思うんでね、なんかもう話長いとこはねカットしちゃおうかなと思いますよ。あ、ピンときましたね、ホタテね。もったいないんで、もったいないってちょっぴりしかないんでね、半分にカットしてね、これでいただきます。うん、おいしい。もう一回ちょっぱりだな、これ。おお。もう一回ちょっぱり。青森県の弘前の地酒で。これホタテも青森のホタテだっけか。よいしょ。書いてあったっけ。あ、北海道のホタテだ。北海道のホタテでしたね、今日の。青森もね、ホタテの産地なんですけどもね、今日のは北海道の冷凍ホタテでしたね。青森のね、平内っていうところがね、ホタテあの たくさんあの取れるところで有名なんで、平内町、あのホタテ売り場とかそういうのもあるんですけどもね、うん、平内のホタテは美味しいと思うんで、バイクで行けばね、平内までそんな特に20キロないんじゃないのかな、市内からと、青森市内から行っても多分、うん、20キロもないと思うんで、でホタテ広場とか行ってホタテ買ってくればね、うん、美味しいホタテ食べられるんですけども、なかなかね行く機会なくて、うん、ホタテのあの貝殻ごとこう焼いたりとかして、そういうのもやりたいですね。でちょっとね、バターちょっと垂らしてね、お醤油ジュッてやってね、貝殻でホタテの貝殻でね焼いたホタテも食べたいですね。貝焼き味噌とかそういう郷土料理もね、あれは冬がいいかな、あれもうまいっすもんね。よいしょ。まあお刺身が一番私は好きかな。でもね、焼いて食べても美味しいんですよ。あの魚焼きグリルで、あの生のホタテ、あの加熱用の生のホタテ買ってくれば安いんでね、それをちょっと貝柱のところをこう開く感じでこう切るんですよ。横にスライスして、小柱がついてるあたりをこう残して開くんですよ。でそれを魚焼きグリルで焼いて塩をして、それでね食べても美味しいんですよ。ちょっとほんと軽くねお塩するくらいにしてね食べてもすっごい美味しいね。焼くとね、まあイカもこれ焼くとあれです、あの水分が抜けてね旨味が増しますけども、ホタテもね焼くとね、あの水分が抜けてきてね、あの旨味が増してね、お刺身で食べるよりね甘みが増す気がしますね。それで焼いてちょっとお塩を振るとね、また塩とあのホタテの甘みが引き立つっていうんですかね、そういう食べ方もあるんでね、うん。ではイカいただきます。うん、あ、火が消えましたね。うん、うん、でもちょうどよく焼けましたね。うんうんうん、よいしょ。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございましたね。今日の晩酌動画の方はねこの辺に締めさせていただいて、あとはねゆっくり他の方の動画かなんか見ながら続きやっていきたいと思います。今日もだいぶね軽く早めに短めに動画と思ったんですけども、また喋りが長くなったんだが長くなっちゃってね、もし面白くなくて話長くて面白くないようなところはねカットしちゃいたいと思いますのでね。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。
たね、明日あの動画編集してね、頑張って編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。